オーケストラの原子力潜水艦建造計画発表により、世界の動きが変わってきました。日本にも、少なからず影響は、出てくるでしょう。今回は、日本も、原子力潜水艦を導入すべきを、詳しく見ていきます。日本政府が、次期潜水艦に、VSL 搭載潜水艦を、建造との方針を、打ち出し今までの潜水艦のスケールが変化してきますね。あとは、機動力と静粛性、潜航深度が気になりますね。今更原子力ではなく、日本には、次世代の駆動システムを開発してほしいものです。水素かな。2021年の9月に電撃的に発表されたオーストラリアとアメリカ、イギリスとの3カ国による新たな軍事同盟であるオーカスの締結は、太平洋地域における軍事バランスを刷新する可能性もあり、日本にも大きな波紋を投げかけた。ことに、それが注目を集めた理由として大きかった点は、オーストラリアが現行で6隻を保有、運用しているコリンズ級潜水艦の代替計画として進めていたアタック級を、アメリカもしくはイギリスからの支援による原子力潜水艦に変更するという部分だった。それまで、オーストラリア海軍のアタック級潜水艦の計画は、紆余曲折はありつつも、フランスとの協業で進められており、フランスが自国向けに建造しているシュフラン級原子力潜水艦の機関部を通常動力型に変更するというものだった。オーストラリアは、これまで環境問題にかなり厳しく取り組めんきた国家であり、原子力発電すらもその方針から法律で禁じてきていたほどで、この方針を大きく曲げてまで原子力潜水艦の保有に踏み出したことは、確か驚きの決断に見えた。こうした原子力潜水艦は、愚か原子力発電すら認めてこなかったオーストラリアの政策の転換は、日本の与党の政治家の一部にも間違いなく追い風と移ったようで、自民党の河野氏や高市氏らが海上自衛隊への原子力潜水艦の保有の是非を問う声を上げている。そうした動き自体は、あらゆる可能性を排除せず、日本に今後必要な防衛力を検討するという点においては一定の評価を与えても良いとは思うが、原子力潜水艦を日本が運用するコストと効果が見合うのか否かの検証は必須になるだろう。オーストラリアがオーカスの締結で原子力潜水艦の保有を表明するに至った背景には、南シナ海を自国の勢力圏下に収めようとする中国の軍拡路線に脅威を抱いたことが最大の理由と考えられ、その海域に送り出す能力の潜水艦が施行されたゆえと思われる。オーストラリアを出港して通常動力型の潜水艦で南シナ海に出向こうとすれば、その海域に滞在できる日数はほとんどなく、燃料補給や充電のために通常動力型潜水艦ではその任務をこなすことは極めて困難だと結論されたのが大きい。ここで問題となった中国海軍の戦力とは、SLBM、潜水艦発射型弾道弾を搭載する戦略型の原子力潜水艦の配備であり、これまでは地理的に大きな外的脅威を持たずに済んでいたオーストラリアに、その考えを改めさせたと言えよう。オーストラリアのアタック級潜水艦潜水艦計画に対して、その要求通り、対通常動力型に換装して、さらに、オーストラリア国内での建造まで受け負っていたフランスははしごを外され、大型の契約と面目を失う結果に激怒した。であれれば、フランスの原子力潜水艦たるシュフラン級を、本国の使用そのままに、オーストラリアが受け入れれば解決すると思われるかもしれないが、フランスとアメリカやイギリスの原子力潜水艦には、
大きな相違点がある。フランスのシュフラン級は、その核燃料には、およそ 7.5% の低濃縮率のものを使用するため、少なくとも10年単位での交換は必須となり、その完走には、かなり大掛かりな改修工事が必要であるため、一定期間の未稼働状態が、どうしても生じる。これに比べて、現行のアメリカ海軍のバージニア級では、およそ 93% 以上もの高濃縮率の核燃料が用いられているため、30年以上は、その交換作業は不要と見込まれ、実質収益してから退役するまで、運用の継続が可能となっている。イギリス海軍のアスチュート級も、アメリカ由来の高濃縮率の核燃料を使用する形式であり、その意味では、オーストラリアは、核燃料の交換が不要で、そのメンテナンスのために、未稼働状態となることや、そこにかかるコストも回避できることになる。全くの余談だが、フランス本国仕様の原子力推進のシュフラン級は、その高出力を生かした、ウォータージェット推進方式を採用しており、通常動力型に置き換えたアタック級においても、その形式は、踏襲する方向であるとされてきた。原子力推進に比べて、はるかに、出力の点では、低い通常動力型で、ウォータージェット推進を行った場合、いかほどの水中速力が発揮できたのかには、興味が尽きないが、これが実現する可能性は、もはや今後は、訪れそうもない。日本は、今年2022年3月に、最新鋭のタイゲイ型の一番艦にして、ネームシップたるタイゲイが就役を迎えたことで、防衛計画の大綱で打ち出していた当面の目標の潜水艦隊22隻体制を確立し、領海防衛力の強化を継続している。タイゲイは、前級である、そう、竜型の後期型の最終の2隻と同様に、ディーゼル機関とリチウムイオン蓄電池とモーターを機関部に採用しており、従来よりは、連続航行時間や、それに伴い、作戦行動範囲が拡大されたと見されている。しかし、一般的な通常動力型潜水艦は、酸素の取り込みや、蓄電池への充電を行うためには、3.4 日おきに、定期的に浮上せざるを得ず、一旦潜航してしまえば、少なくとも、3ヶ月は、その状態を継続できる原子力潜水艦とは、大きな運用上の差が生じる。攻撃型潜水艦の最大の目的が、敵に探知されることなく、海に潜み、敵の潜水艦を含む艦艇の行動を等しく制限する点だとすれば、まさに、原子力推進型は、その活動を行うに、最適な潜水艦であり、アメリカやイギリス等が、それに特化させていることも頷ける。今更ではあるが、2022年現在において、原子力推進型の潜水艦を保有、運用している国は、アメリカ、イギリス、フランス、ロシア、中国、インドの6カ国のみであり、核兵器の保有国が9カ国であることに、比しても極めて少ない。この中で、ロシア、中国、インドは、原子力推進と通常動力型の両方の攻撃型潜水艦を配備しており、前者が、遠洋の海域、後者は、より、自国の沿岸部に近い位置で運用されるという、役割分担をした上で使用されていると言えるだろう。これら6カ国の原子力潜水艦の保有国の中では、インドのみが、2016年に、国産のアリハントを就役させるまでは、自国での建造ができていなかったが、今では、すべての国が、一応の自国での建造能力を有した状態となっている。そのため、仮に、オーストリアが、アメリカもしくはイギリスから、最初の原子力潜水艦を完成品として調達する場合には、久々に、
自国で建造能力を有していない国がそれを保有する事態となる可能性が大きく、その点も注目である。それだけ連続潜航能力に優れた原子力潜水艦の存在は軍事的に大きな影響を及ぼすものであり、オーストラリアがその保有に舵を切ったことで、それまで基本的に他国に提供させることの少なかったこの分野が今後どう進むのかが注視される。実は日本における原子力潜水艦の保有と運用の検討は今現在になって急遽始まったものではなく、すでに1950年代にはかつての旧大日本帝国海軍時代に潜水艦の建造に携わっていた川崎重工業者が試算を行ったケースがある。その1950年代の今からすれば大昔の試算であるとはいえ、コデでは通常動力型潜水艦を10隻建造可能なコストが原子力推進型の潜水艦1隻に必要だとされており、この比率は時を経た今でもかなり正確を得ている指摘に思える。また1980年代に入り、アメリカ海軍が主催する世界最大規模の多国間の海戦軍事演習たるリムパックに参加した海上自衛隊の潜水艦は原子力潜水艦との水中速力の差を痛感させられ、いずれ日本も導入すべきとの結論に行き着いたという。こうした見解はアメリカ側にも伝えられたとされるが、日本の国内的にも原子力潜陸の失敗や世界で唯一の被爆国として核アレルギーは強く、実際に建造計画が進められることには至らず今日を迎えているという経緯もある。